Let's Be Life、 どうもハルキです。お久しぶりですね。この動画の前に1本動画上がってるかもしれないんで、皆さん的には2回目ぐらいの感じもしんない2回目なのかもしれないんですけど、僕としては約丸々半年ぶりの動画撮影、これが1本目でございます。ご無沙汰しております。というわけで本日がですね、6月16日金曜日の11時41分ということで、会社辞めておりません。焦ったでしょ。なんなら俺が会社員だということを忘れてる人も多いんじゃないですか。今日はお休みを取っています。というのも、この1本前の動画でなんかね、引っ越してると思うんですよ僕。この家今日がラストデイなんですね。もう皆さん的にはね、わけわかんないと思いますよ。引っ越しましたー、いっぱい動画上げてきますねーって去年の今頃言ってね、新居系の動画4本とかしか上げてなくて、半年いなくなって急に復活したと思ったら、もうこの家引っ越しますよということでね。いや、相変わらずフリーライフでやらせてもらってますねー。もうちょっとね、久しぶりの動画だからテンションわかんなくなっちゃってるよねー。というわけで今日何したいかっていうと、この家もうね、最後見納めなんで、最後の最後にルームツアーちょっとざっくりやって引っ越しをしようかなと思いまして、なんか多分最後動画では机をここら辺に置いて終わってた気がするんですけど、それもなくなってるしね、ちょこちょこ物増えたりとかしてるんで、まあ、最後ざっとおさらい的な感じでさらっていこうと思います。というわけで今回は社会人になって初めて住んだ自分の家の最後のルームツアーをしていきたいと思います。自由にやっていこう。で、実は今ね、ちょっと急いでまして、なんでかって言いますと、あと15分後にね、アート引っ越しセンターがうちに来るんですよ。で、そのあと15分以内にこの部屋のルームツアーをしないといけないというね、過酷な状況で撮影しております。僕の家まずそもそも 1LDK なんですよ、この家は。だからここが、まあ、一応 LDK で、まあ、向こうの奥の方にもう一部屋があるといった感じでございます。まずはリビングの方から見ていきましょう。まあこの1年間はね、全部ここで過ごしました。本当に99%ここにいましたね。で、まあ、全体像としては、まあ、ここにね窓がありまして、こちら側、スプラトゥーンする用のゲームモニターと、これ洗濯物取り込んだ時にかける用の、IKEA のハンガーラックがここに定着しました。この真ん中にあるのは、今年の誕生日に会社の同期たちが、くれたバカデカグマです。はい。めっちゃでかい。マジででかいです。邪魔です。で、真ん中にね、前の実家の方から使ってる無印のパイン材ローテーブルがあって、僕はここで基本的に食事をしたり、パソコンをいじんなかったけどパソコンなんて。今上にあるのがね、なんか、もろもろです。こっち側の前にこっちか。この廊下から繋がったここにあるものはですね、なんかこれ物置なんですけど、なんかね、有効活用とかあんまできなかったね。これもう引っ越してきた時のまま、なんか仮でここに置いとくかって言ってそのまま置いたままだから、上とかめっちゃ空いてるし、僕基本的にカメラとかね、機材系が入ってまして、でこの下にはね、こんな感じで来客用の布団が入ってるだけのエリアでございます。これ地味に便利で、ちょっとここはね、なんか薬とか個人情報系の通帳とかもろもろ入ってるんで開けないんですけど、なぜここに銀の盾があって、下はなぜかマジ謎なんですけど、クイックルワイパーとこの蒸気でホットアイマスクがだけが入ってる段ボールが入ってるっていう謎のスペースです。はい。でこっちですね、まあ、この部屋の半分をこのベッドが占めています。ベッドを買いました。このベッドめちゃくちゃ気に入ってまして、マットレスがコアラマットレスっていうね、まあ結構有名なんで皆さんも知ってると思うんですけど、なんか CM でワイングラスをベッドの上に置いてその近くで飛び跳ねてもう倒れないぐらい衝撃吸収がすごいみたいな CM が多分一番有名かな。このコアラマットレスね、結構高くて、僕サイズが今回ダブルにしてるんで、まあ、定価約10万円ぐらいで、なんかセールで 20% オフの時に買って7万円ぐらいだったかな。結構いいマットレス、いい寝具を買ったんですけどね、もう最高です。寝具にお金かけた方がいいっていうのは本当に楽しかったですね。皆さんもちょっと無理してでも寝具に、特にマットレスにねお金奮発した方が人生のね幸福度上がるんじゃないかなと思いますんで、おすすめでございます。で、まあ枕とか抱き枕とかね、掛け布団的なものは前回というか実家から変わらず使っております。でもベッドフレームはラシクってところの2万円ぐらいの一番安いくて、まあ、ここにねミヤって言われるね、ミヤがついてるものを買いました。
でここの上はなんかまあ Google ホームがあったり充電ケーブルがあったりリセッシュあったりカレンダーあったり時計あったりあのコアラマットレスのコアラちゃんがいたりします。はい、ダブルベッドでね良かったこと、普通にめっちゃ広いんですよ。140センチあってすごい広くて寝返り打ち放題ってところも嬉しいんですけど、このベッドフレームがねダブルになるとこの左右にコンセントがつくようになりがちで、これがね地味にでかかったですね。でちょっとここに実家の頃の布団が残っておりまして、まあ、この引っ越しを機にこいつは捨てようと思います。でこっちね別にあんまり見せることないんですけどキッチンですね。でもこれあれか、新居引っ越してきたばっかりの時にここしか明かりがなかったからここばっかりでなんか作業してたみたいな動画があるんで、若干僕的にも皆さん的にも見覚えがあって思い入れがあるかな。あ、ないですね。あのこの家に僕は思い入れありますけど、皆さんは見てる回数が異常に少ないんで思い入れなんかないですよね。でまあキッチンはねあの使いませんでしたね。案の定自炊なんかマジで友達が家に来た時にガパオライスを作ってくれたこと以外一回もやってないですしね。まあだけど一応紹介しておきます。これね、あの冷蔵庫引っ越しの時なんか電源抜いて中の霜を落とさないと水漏れするらしくて知らなくて今急遽乾かしてる最中です。あの冷蔵庫も買いました。で、あの電子レンジも買いました。日立の電子レンジを買いました。一番安いやつね。まあ、ここに IKEA の食器とか前の家から持ってきたサーモスの真空断熱タンブラーとかあったりしますけど、まあ、コップしか使ってないですねこう見るとね。で、まあ、あのキッチンはこんな感じで、でこれは友達が来た時に飲んでたお酒とかが出しっぱなしにしてあります。上もなんか食器類ですね。あ、これ見しとや蒙古タンメン中本が大好きなんですけど、500円で1ポイント貯まるポイントを150ポイント分貯めるとこのガチモンの中本丼ぶりがもらえるっていうのであのもらいました。これめっちゃいい。それぐらいですねキッチンは。さてリビングが終わりました。こんなに広いリビングのくせに紹介が10分もしないで終わるっていうね、本当に必要最低限のものしか買ってないみたいな生活をしておりました。そしてちなみに今52分、もう通知でねアート来るって通知が来てますけど急ぎますか。あ、そうちょっとねうちねゴキブリは出ないんですけど、出たこと一回もないんですけど、まあ、こんな感じでちょっと閲覧注意かもしれない。あのめっちゃ雲出るんですよ。まあ俺幸いにもね雲だけは虫の中でも平気なんてか虫じゃないしね雲だしね平気なんでよかったんですけど、はい、そんだけです。ではリビングを出まして向こうの部屋に行きたいと思います。暗い。まあこんな感じですね。これあのね僕が最近一番好きなブラックウィドウっていうブランドのポスターを飾っております。結構でかいですよ。廊下でございます。この家ね42平米ぐらいあるんだけど3分の1を廊下が使ってんじゃないかってぐらい廊下が長くて太いんですよね。ここまで廊下ですから長すぎなんですよ廊下。こんないらない。でまあここら辺ざっくり行きますけど、ここら辺水回りですね。あの洗濯機も買いました。洗濯機と冷蔵庫も動画撮ってあったんですけどなんかあんまり面白くなかったし時期逃したんで出してません。で俺洗濯機はちょっと新居行って買い替えようかなと検討しております。でお風呂ですね。お風呂も特にね面白くないです。はい、変わってないですね。あの洗面台も変わってないです。マジで変わってない。でこれあの洗濯物干し終わったやつがボサッと入ってます。あれこれちょっとね変わったとこなんですけど、これなんかねニトリで買いました。ここに物置がないとめっちゃ不便だったんで探してたら結構こんな感じでねぴったりのものがあったんでこれじゃんと思ってこれ買いました。これめちゃくちゃ便利。ただ新居ではちょっとね置くところがなさそうなんでどうしようかと思ってます。さて出まして、この服たちはこれ結構さあるあるだと思うんですけど、一人暮らしってさ洗濯してる場合じゃない時ってあるじゃん。結構一回着ただけのさ、まあ、インナーじゃないこの外側に面してる服、特に冬とか汗かかないし汚れてないものを毎回洗濯するのもめっちゃもったいないなと思って、洗濯も追いつかないしっていう理由であの一回着てもう一回着ようと思ってる服がここにいっぱいあるっていう感じですね。この管理方法もちょっと良くないですよね服に対して。なんかちょっと考えもんだなと思ってます。で、ここおトイレですね。はい、普通のおトイレです。お世話になりました。で、ここになんか大量の靴箱とかスーツケース。で、ここにね、あのアクセサリーエリアがあるんですけど、これ何の箱の上なんて思われる方いるかと思うんですけど、実はこれダイソンの掃除機の箱なんですよね。で、ちなみに中身入ってます。これ本当にね、最低なんだけどこれ4万円ぐらいしたのよ掃除機。テンションで買っちゃって
ダイソンのいいやつを。で、去年の8月ぐらいに買ったんですよね。8月ぐらいに買ってから一回負けずに4万円の箱として玄関に鎮座し続けてるっていうね、かわいそうな運命なんで、ちょっとこれも新居行ったらさすがに開けようと思います。で、こちらが玄関でございまして、まあ、靴がありまして、ここ靴箱ですね。ちょっと開けるのめんどくさいんで開けないんですけど、結構パンパンに入っております。結構玄関はね、あの靴箱大きくて良かったです。で、ここが最後のお部屋ですね。まあ、こんな感じでちょっともうアートが来るんで、先に資材が含まれてる運ばれてるんですけど、もうこっちもね、ざっくり行きますよ。ほんとね、引っ越してきたまんまみたいな。はい、入り口からこんな感じです。全体像こんな感じですね。入り口横に、まあ、ちっちゃいこのボックスと CD ラックとかがあったりして、あそこにあるのはね、あの支払い済みの公共料金系ですね。これあの取っとかないと僕忘れるんで、払ったかどうか取ってあります。雑に何かいろいろ置いてあって、であれ、あの動画撮ろうと思っといて取ってあるブランドのショッパーですね。で、これ動画で紹介したローヤのダイニングデスク、まあ、作業机ですね。これはこっちに来ております。で、あの僕椅子も買いました。アマゾンで2万円ぐらいの伊藤木ってところの椅子をね、買いましたが紹介していません。で、窓際になんかいろいろ雑貨的なものがブワッと置いてあって、あの奥にはね、この動画で紹介した漫画たちが山積みになっております。本棚にね、入れるスペースがなくてあそこに置いちゃってますけども、まあここら辺もちょっとどうにかしたいですね。で、この本たちは僕があの去年ファーストリリースしたブランドの服のなんかボディのサンプルみたいなやつが届いて、まあ、これ届いた瞬間にちょっと服も作りたいなというクリエイティブ意欲が湧いたんですけども、あ、出すかどうかちょっと分かんないんで、あの気長にお待ちください。で、ここが本棚が4つと、上に、フィギュアケースが24個ですね。多すぎです。しかもこれ怖いのが、この引っ越してきた時にぐちゃぐちゃになったまま並べ替える気力もなくこのままになってるっていう怖さね。こいつかわいそう、どうにかしてあげたいこいつら。で、ここら辺に洋服がアリンス。ちょっと服もね、地味にちょっと増え続けてて、またどうにかしないとなと思ってるんで、どうにかしたいですね。で、あそこにはね、服の新しいラックを買ったんですけど、いや引っ越すかなと思って開けずに取ってあって、引っ越すんで向こうでこれは開けたいと思いますとか言ってますが、普通に開けるのがめんどくさくて開けてなかっただけです。あれ買ったのも5年前、4ヶ月前とか、なんかね、物を開けなくなってきてますね、だんだん。そしてここがクローゼットでございます。まあこんな感じでね、あのパーカーとかかける系のものがブワーっと入っておりまして、上にはボードゲームとか、そこにはスノボのブーツとかが入ったりしておりますっていう感じですかね。というわけで、こっちの部屋以上でございますと同時に、僕のこの 1LDK のお家のルームツアーが終了しました。結構ね、駆け足でやったんですけど、なんか特に物がいっぱいあるわけでもないんで、なんかね、そんないっぱい紹介することもないっていうね。はい、よいしょ。というわけでね、まあ長らく更新しておらず、心配をかけた方もいたかと思います。申し訳ございません。で、まあね、こんな感じでね、去年の引っ越してきてから半年ぐらいの更新していた時期も、なんかもうちょい頑張りますみたいなことを言ったりとかしてても、頑張りじゃなかった時が多いんで、ちょっとこれ社会人との両立は、なんかこの YouTube の方を宣言すると良くないなと。なんかもっと好きにやった方がいいかなって最近思ってます。こんな感じで、なんか節目とか、気が向いたらとかで動画上げようかなって思うぐらいが、まあ、フリーライフだしいいかなと思って、新居の方の動画も今のところは撮りたいと思っていますけど、またちょっと仕事が忙しくなったりとか、他のことがいいなとか思ったりしてね、優先度が下がっちゃうかもしんないんですけど、まあ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 、とりあえず YouTube はやめる気はさらさらないので、更新頻度が激下がりするかもしれませんけれども、僕は YouTube と共に生きて、 YouTube と共に死んでいこうと思っておりますんで、少なくともこういう節目では動画上げようと思ってますんでね、今後も、まあ、こんな自由な僕ですが、何卒よろしくお願いいたします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。